100万円せんべいは、三島幸雄の短編小説。無邪気な若い夫婦の堅実な市民的生活設計が、それとは、裏腹な不健全性に上に成り立っているという二面性の、皮肉を浅草ロック、新世界の情景を交えて描いた作品。三島の唯一の浅草ものである。三島関連本やアンソロジーに収録されることも多く、短編小説の名作として知られている。 1960年文芸雑誌新潮9月号に掲載され、1961年1月30日に新潮社より観光のスターに収録された。文庫版としては、1968年9月15日に新潮文庫より観光の花盛りの森夕刻、次戦短編集に収録された。なお、その後1996年に雑誌 新朝7月、臨時増刊号の新朝名作1100年の文学に再掲載された。翻訳版は、エドワード・ジー・サイデン・ステッカー役をはじめ、イタリア、ドイツ、フランスなどで行われている。梅雨時のある蒸し暑い版、建造と清子の若夫婦は、浅草ロックにある新世界でおばさんと待ち合わせていた。新世界の屋上には50頭の美しいネオンが光っている。 約束の21時にはまだ時間があったので、二人は新世界ビルに入り、一階広場の玩具売り場に陳列されている東京タワーの模型やブリキの玩具を見て回っていた。新婚の二人は堅実な将来の生活設計を持っていた。電化製品や家具、マイホームを買うために、X 計画、Y 計画、Z 計画と貯金通帳に名前を付け、日々の節約を心がけていた。 二人は、小持ちの友人から、ミルク代がバカにならないことを聞いていたので、計画出産を理想とし、将来子供が恥ずかしい思いをしない金銭的余裕が、できるまで子供は作らないことにしている。建造は深く、物事を考えない性質だが、現代日本に失望する青年に対し腹立たしさを感じていた。彼は、人間が自然を尊重し、 それに忠実に努力してゆけば必ず道が開けてくると考え、夫婦の睦み合いをその基本とみなし、一組の男女が信頼し合って生きることこそ世界の絶望を阻む最も大きな力でなければならないという宗教的な心情を持っていた。そんな建造がガング売り場で買いもしないでプラスチック製の空飛ぶ円盤のブリキの発着基地を夢中でいじっていると、 円盤が飛び出してお菓子売り場に並べられている100万円せんべいの上に落ちた。賢造はそれを縁起のいいことと考え、清子の反対を押し切り少々高い値段だったが100万円せんべいを買った。手のひらより大きい100万円せんべいは3枚入り50円の長方形の瓦せんべいで紙幣を模した焼け板で100万円の表記がしてあった。 二人はほろ苦く甘いせんべいを食べながら、四階の室内遊園地に行った。少し高い入場料だが奮発して、海底2万マイルのトロッコに興じたり、マジックランドにある、傾斜した部屋の見せ物で遊び、将来の幸福な生活の夢を思い描いた。約束の時間になり、おばさんとの待ち合わせ場所の三階の音楽喫茶に行った二人は、おばさんの圧線で、中の方面の、 とある邸宅に向かうことになった。そこには山抜けの奥さん連中がクラス会で集っていて、本番行為のエロショーの余興を楽しむために若い二人が指名されたのだった。深夜に仕事を終えた二人は、あっせん屋のおばさんと別れて浅草ロックに戻った。すでにネオンの消えた新世界ビルの50棟を見上げた建造は、知恵、嫌なお客だと、 先ほどの気取った奥さん連中を思い出し、唾を吐いた。しかし、ご祝儀は多く、おばさんが取った3000円が引かれても、5000円という、今までにない広報,報酬だった。そのお札をビリビリに破ってしまいたい衝動に駆られた、賢造を、清くは優しくいたわりながら、代わりに、これでも破きなさいよと、1枚残っていた、100万円せんべい、を渡した。 剣造はそれを思いっきり引き破ろうとしたが、時間が経って湿ったせんべいは柔らかく粘りついて、どうしても破ることができなかった。百万円せんべいは短編らしい短編に仕立てようとした作品で、三島の脳裏にある模範的な短編小説の形である古風なコントとして執筆された。特にこれといった明確な主題らしいものはなく、知的操作のみに頼るコント形式の作品の一種だと、 三島自身は自作解説している。一定の効果へ、交引的絞られた弓のような、隅々まで緊張した形が保たれて、それが、読者の脳裏で異放たれて、的中すれば、おなぐさみというようなものである。それはまた、チスの選手が、味は、不要な知的緊張の一曲、何の意味もない一曲を構成すれば足りるのだ。三島幸を解説このような意図で書かれた、コントは、 他に、箸尽くし、卵、新聞紙、ボタンなどがある。三島は、1960年6月26日に、友人夫婦と品川プリンスホテルのプールに泳ぎに、行った帰りに、銀座で夕食をとった後、いつもとは気分を変えて初めて、浅草の、新世界に立ち寄った。その情景が心に触れ、作品の背景素材となった。話の筋の案はほぼできていたが、 これにマッチする背景として新世界がハマった。100万円せんべいというせんべいも実際に新世界で売られていたもので全編をギュッと一括する象徴的な小道具として採用された。また当時世間では本番行為を見せる性風俗ビジネスの事件が起きて週刊誌や新聞沙汰になっていた。小説100万円せんべいは要するにお座敷で エロショーを見せるのが商売の若夫婦が、その実、今時珍しい堅実な市民的な生活意識を持っているという皮肉を聞かせた短編であるが、後で、猿通人から、実際に、そういう、商売の夫婦の生活は実に堅実なものである、という話を聞き、想像と現実の一致に驚いた。三島幸夫、百万円せんべいの背景。 浅草新世界この100万円せんべいには直接的には当時の時代状況は描かれていないが、三島はこの作品を記述する1週間前の6月18日から19日にかけ、新安保条約の自動承認に揺れる国会前の情景を見学に行っていて、全学連などの若者が安保闘争に参加し、民衆の間に政治的関心が高まっていた。 三島はこの動きを一歩引いてみながら小さなニヒリストである岸信介を民衆がなんとなくキラヒと皮膚感覚で忌避する状況を政治的危機と捉えその皮膚感覚を裏返せばなんとなく好きという安易な心理で間に恐ろしい独裁政治家アドルフ・ヒトラーのような大きなニヒリストを受け入れる危険があると警告していたほど社会党や共産党まで民主主義という 嘘の言葉を掲げて勢いづいていた。100万円せんべいの物語中で、岩的に叙述されている、現代日本に希望がないなどという青年の考え方ほど、賢造を腹立たしくさせる考えへ花かつたという一文が置かれていることで、当時多数を占めていた60年代安保闘争の参加する若者とは異なる位置に、主人公、賢造を定位させ、 この架空の物語外の現実の時代状況を暗示させていることが監視される。また、そうした政治状況と同時に、白黒テレビ、洗濯機、冷蔵庫といった三種の人器に象徴される大衆消費社会が大きく発展し、国家的な政策として家族計画と称する三次制限が推奨されていた。100万円せんべいは、 三島自身の自作解説からも見られるように、知的捜査のみに頼るコント形式が骨格となっており、佐藤や重信もノンセンスの世界に支えられた一つのコントが見られると解説しているが、この物語の結末のうちには、単に小説形式だけでは説明できない問題を、はらみ、引き破ることのできない、しつつたせんべいが何を象徴しているかの不可解性も、指摘されている。 中本沙織は、新世界という舞台が、俗悪なキッさを帯びながらも、欲望をかきたてる玩具や見せ物が並ぶ、大衆の理想的な生活を模倣した、コピー的な空間だとし、その、人工的な模倣空間で戯れる建造と、清子夫婦の求める理想の夢は、大衆消費社会におけるメディアがルフする、生活の夢を模した、コピー化された夢だと考察している。そして、 健造と清子がその夢を手に入れるために、自らの性を商品化し、章としてのコピー化した性を何度も反復しているが、そこでは、健造が信念としていた、夫婦のむつみ、合否の基本の自然を崇拝すべきという本来の意味はなく、オリジナルの宗教的信条が消滅しているために、二人は容易に自らを商品化できていると、中元は、ボードリアール的な視点で解説している。 階級闘争に目を向けるのではなく、自らもコピーとして消費されるとともに、コピーの反乱によって成立する、大衆消費的生活を欲望していくという、消費活動の方へ目を向けていることは、もはや、マルクス主義的な二項対立が無効となり、大衆消費社会化へと大きく変貌していく日本の戦後社会の展開点の様相を捉えたものとして、指摘できよう。 コピーと戯れていた自分たちがコピーとして商品化され消費されていく建造時横の存在はコピーと戯れ消費する人間の主体性そのものの揺らぎを物語っているのではないだろうか。中本沙織、三島由紀夫、100万円せんべい論コピー化していく世界、田中美横は浅草の底辺で行き100万円せんべいの粉を口につけながら新世界の 偽物小屋を回っているアウトローの建造と、清子夫婦の無邪気、天真爛漫、さらに実直さ、気真面目、単純、それらもろもろの小市民的健全性が、そっくりそのまま裏返しされた、小市民の不健全性の上に成立しているという、アイロニーを示しているとしている。この物語の残酷は、二人の婿が覆い隠していた、その暗黒のユーモアを、 ある夜突然上品な婦人客のいやらしさによって目覚まされるところにあるだろう。こうしてアウトサイダーたちは社会の様々な角度からその指摘真実を開けけんする。田中美代子、三島文学の理想像の完結、橋本治は他の三等の短編、カラスの孤独で優しい主人公、パン屋の若い主と100万円せんべいの主人公、賢三との類似性や、 白黒賞を演じる健全な主人公の建造と、幽国の主人公の共通性を見ながら、幽国と百万円せんべいは、ある行為を演じる男女という、同じモチーフの時代と世話の書き分けだとして、この同モチーフを時代表現として処理すれば、幽国であり、世話者と処理すると、百万円せんべいになると考察している。百万円せんべいに続いて執筆された。 遊国との関連については、相思相愛の若い夫婦の連情や、描写の類似性を、中本沙織や池内治も指摘しており、池内は、二つの小説は、トランプのジョーカーの表と裏のように作ってあるとして、記載三島にのみできた高度な文学遊戯であると、公表している。ありがとうございます。